オスマン社会とは、オスマン帝国範囲内に居住していた全ての人々を指す言葉である。オスマン社会は、ムスリムと非ムスリム双方から構成されていた。非ムスリムたちは、地図絵と呼ばれる税を納めることを除けば、社会からの差別の対象とはされていなかった。ムスリム社会の生活はシャリアによって形作られており、異なる国の宗教や習慣といった、 オスマン帝国外の生活様式を守ることも可能であった。社会の管理階級と非管理階級として、通じ的な方法で二つの階級に分けることができる。階級間の移動は禁止されていたわけではなかったが、制限は存在した。らしい。オスマン帝国の文人キャーティプチェレビーは、人のいない建物はなく、軍隊のない共同体はなく、金のない軍隊はなく、 人がいなければ金もないと国民と国家の関係を簡潔に表した言葉を残し人民は税と軍の源であるとした。キャーティップ・チェレビーと歴史家のムスタファ・ナイマは人間の成長段階は社会的な成長段階でもあると主張し人間の誕生、成長、老化の段階を社会についても表現しようと心を見ていた。オスマン帝国官僚のコチベーと政治家。 ルトフィパ社は、社会の崩壊と、軍構造の乱れについて、分析を行った。ムスタファーアリは、社会の衰退を、汚職、政治家の無責任性、不正義、ハレムの女性たちによる政治への関与といった要素に、起因すると考えた。フライシャーによると、オスマン帝国社会が揺らいだことの象徴として、スレーマン一世が息子、ムスタファーを処刑したこと、セリム二世が、 その絶対的な権威を、ソコルルム・フメト・パシャへ移常したこと、賄賂の容認などが挙げられるとした。オスマン帝国においては、不透明な形で、社会階層の分類がなされていた。明確な階級区分が存在しないことに加え、階級区分は、時代とともに変動し、また憲法成立後は消滅した階級もある。帝国の人口の大部分は村民であった。 農民は与えられた土地を用い、封建騎士あるいは枠府へと税を納めていた。村民は土地を3年間連続で放置し農業を行わなかった場合、農業放棄の名目で税金を支払った。この課税の目的は土地の放置を防ぐことにあった。16世紀の後半、封建制度の撤廃に伴い、徴税へ武家追い制度が広まり、その結果として農税民の状況は悪化した。 その後村から都市への人口の移動が始まり、それに伴い都市部の問題の増加、村落の空洞化、農業生産の減少が起こった。オスマン帝国の都市は、公益、工業、様々な社会制度や組織、行政、軍事、宗教的職務といったあらゆる面で中心としての役割を担っていた。都市部の住民は、軍人、貿易省、職人といった層から構成されていた。 遊牧民は畜産を担っていた。国家による法が整備され、彼らは帝国領土内で遊牧生活を続けることが可能であった。国家は遊牧民から家畜税、家畜小屋税、越冬税、下記放牧税といった形で徴税していた。徴税や徴兵に際し、遊牧民が問題となる場合は、彼らを定住させることで解決を試みたが失敗に終わった。 オスマン帝国において裕福な層に必要とされる基礎的な理解は帝国政府の潜在的な懸念とともに急成長することはなかった。しかし帝国政府の可能性は膨大で豊かであった。官僚はオスマン社会において最も裕福で権力を持った階級であった。イナル塾教授によれば1500年代、 県総督一人の年収は金貨にして4000から12000枚の範囲であったが、その一方で、同時代のプルサの裕福な商人でさえ、金貨4000枚を稼ぐことは滅多になかったとされている。ごく一部の官僚階級の者のだけが、スルタンの家族に次ぐ最裕服装となり、それ以降には外国商人やイスラム教徒が続くのである。 例えば歴史学者ルトフィ・バルカンが1528年にルメリの4地域で行った調査によると土地の35%がスルタンの領地、54%が封建騎士などの領地事業者、7%が県総督の所有地であり、家屋や教会用地はそれぞれわずか1%程度であった。中央政府は総収入の37%を 手中に収めることができたが、残った分は、各地域の権力者の手に渡った。このような状況は、帝国の軍国主義に由来するものである。セルジューク朝時代、かなりの数のオグズ系トルコ人が、イラン、アゼルバイジャン、アナトリア、シリアへと範囲を拡大した。この当時、初めに確立された政府のイデオロギーの、傾向と統治体系は、アラブ的。 イランイスラム的伝統に依存したものであった。軍も大半が牧畜を営む、勧遊牧をグズトルコ人から構成されていた。文民や金融行政においては、イラン人最小や初期間、文化人やアラブ人詩人や文筆家がマドラサにおいては、アラビア語が採用され、アラブ人学者が中心であった。政治や文学の世界ではペルシャ語がマドラサでは、 アラビア語が採用され、トルコ語は日常生活の言語として位置づけられていた。マドラサにおいて力をつけるカーディは、国内の様々な地域において、シャリアの規定を適用させた。国境地域においてはムスリムでありながら内アジアの伝統に従うトルクメンの生活習慣が一般的であった。牧畜生活を営むトルクメンは、冬は平原、夏は高原で半定住、判定重。 反遊牧の生活を行っていた。加えて、ビザンツ地域への侵略による戦利品も、また政府の重要な収入源であった。都市人によって貿易を管理するアーヒー同盟団も編成されており、有事の際には防衛などの任務を果たしたほか、政治的混乱期にはアナトリア地方の地圧の補助にも当たった。14世紀初頭に小さなコミュニティから始まった、 オスマン帝国は、その政府の寛容さと公正さにより、ドナウ川からクズルールマク川まで勢力範囲を拡大した。そしてこの寛容さと公正さは、バルカン半島において獲得した地域の管理を確実化した。国家の法的基盤はシャリーヤによって構成されていたが、慣習的な規則などもまた無視されなかった。税制に関する最古のオスマン帝国の文書は15世紀の ものである。新たに獲得した地域での税の軽減は、各地域の住人が帝国を好む理由となっていた。軍人を除いた国民は帝国へ税を納める、納税民であった。帝国の政治状況において、軍人と納税民は厳格な規則によって分離されていた。納税民は納税民のままに、軍人は軍人のままにいることが望まれた。 スレーマン一世に仕えた最初をルトフィッパシャが記した文献の中では農税民であり、祖父母が封建騎士ではないものを封建騎士とするべきではない。門扉が開かれれば誰もが農税民の立場から逃げ出し封建騎士になろうとするだろうと述べられている。社会的出自、生育条件と公務の観点から軍人階級の人間は兵士と文官の二つに分けられた。 非ムスリムはムスリムとは異なり、地図絵と呼ばれる税を支払っていたが、地図絵を除いては他の市民と区別されることはなかった。都市市民、遊牧民、村民ではそれぞれ税制に違いが見られた。社会における様々な人々を中間層としてまとめようという試みもなされていた。優勢的な要素を持たなければ権力を掌握することは不可能だと考えられていた。 商人の中で非常に裕福になった一人から没収という形でその財産を奪ったり、特定の地域で力を持つようになった市民や流民を即座に追放されたりといった例に見られるように、帝国政府は民衆が権力を手にする機会を奪ったのである。社会学者、ジーア・ギョク・アルプは、デブシルメの子供たちを政府官僚とするための宮殿学校とマドラサを比較した際に、 前者ではヒトルコ人のトルコ人化、後者ではトルコ人のアラブ人化が行われたと述べた。宮殿学校内での言語がトルコ語であった一方、科学分野やマドラサでの言語はアラビア語であった。軍事階級においてはムスリムよりむしろデブシルメによるキリスト教徒が好まれた。通常スルタンに次いで裕福な人物は大祭相であった。大祭相の子がつくことのできる地位には、 同様に、デブシルメによるキリスト教徒の指定がつくことも可能とされていた。また、組合商人に都市間貿易の許可を与えるなど、商人の地位向上の試みもなされた。村民は遊牧民に好まれた。村民が居住地が明らかであり、税を納めていた一方で遊牧民は居住地が定かではなく、徴税や徴兵の点で問題となった。 遊牧民を村民として定着させることは帝国政府の最大の課題の一つだった。地理的発見や西洋諸国で実現した技術的革新に追随することができず、帝国は内政問題に対処することを余儀なくされた。この時期、さらに税負担とインフレーションが原因で民衆による判断の兆候が見られ始めた。上院議員たちはこの時期に、 政治権力を局所的に供給していた。世界的な貿易ルートの変化と大体的な生産手段の登場により、オスマン帝国は経済的混乱に見舞われることとなった。西洋的な教育システムが導入されたのは1700年代のことであり、それ以降セリム3世やマフムト2世のようなスルタンが西洋的システムによる社会発展を試みたが、 これらは定着しなかった。短時マートにおいて飛躍的に工業化を進めたものの、これらの取り組みは未だ十分ではなかった。西洋列強に対し自国を維持しようと試みた帝国は社会生活において様々な規制措置を講じた。ヒースラム教徒人口のための大きな改革も行われた。ほとんどが西洋主導で行われた取り組みの結果として、公務員の権利、 税の平等化、軍事などの事柄に関しての改革が行われた。ありがとうございます。